はい、今ですね、スペインのバルセロナにいます。バルセロナでカタルーナ広場の近くにあるレストランというところです。カタルーナ広場の近くにあるレストランで、ブラカフェ、1929年からやってるところです。ブラカフェね。で、頼んだのがね、こちらのタパスセットでございます。まあ、スペイン料理したらタパスのね、お皿に盛ったね、タパスって言うと思うんですけど、やるだけでも。で、タパスのセットということで、まあ、こんな感じでね、5種類あります。で、これがね、ポテトとウインナー。で、これは貝ですね。で、こちらアサリ。で、これは小魚ね。で、これはイカの意味。で、これがパン。オリーブで、スペインのこのビールを頼みました。で、味噌の感じがこういう感じね。この女の子にね、今の子かわいいね。スペインの子かわいいんですよ、最初にして。で、こんな感じで今から食べるところです。美味しそうです。味噌の雰囲気もすごくね、清潔ですごく綺麗です。店員のね、態度もすごくいいです。チップもあげないといけないと思います。では、いただきます。